も名称の春樹とはい、とのすともっちです。はい、ということでですね、今回はイヤホンガンガン大喜利。よし、もう名前の通りでございます。イヤホンをガンガンにした状態でお題をもらって、それに回答をするということでございますけれども、はい、これの面白さはどこにあるのかと言いますと、まあ、お題が当然ね聞こえないわけですよ、うん、そこにこう的外れな回答を出すことによって奇跡が起きてしまうというね。間違いない、もうそこが面白ポイントです。今日の急に喋る、まあ視聴者が面白いかもしれないっていうところですね。はい、でカイトは寝起きで頭が回っていないプラス大喜利ができないということで、今回もお題に回ってもらいます。指に覇気がねえというわけで、今回はイヤホンガンガン大喜利だったけど思います。やっていきましょう。だーい、じゃあお題お願いします。いきます。アメリカン忍者の特徴を教えてください。あ、やばい、通知しちゃった。わかんなすぎる。アメリカン忍者の特徴を教えてください。おばあちゃんが置いていった。日本語を喋れ。次は、え、もう始まってる？なんかやばい人おる。やばい人おる。いっちゃやばい人おる。アメリカン忍者の特徴を教えてください。ハゲ。わからん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 。アメリカン忍者の特徴を教えてください。捕獲レベル250。わからんわからん。どういうこと？これいっちゃおもろい、いっちゃおもろい。いきまーす。女子力ってどんな力？女子力ってどんな力？口動かなすぎん？動かしてなんだ？口動かなすぎん。わかんない。何言ってんかわかんない。女子力ってどんな力？ああ、美咲。どういうこと？女子力ってどんな力？簡易的な材図。え？女子力ってどんな力？実際あんまり子供好きじゃない。わかる。いいですか？女子力ってどんな力？あ、それ関係ないよ。じゃ、キワとチクワ間違いがち。うわー、それね、それ一個前。それ一個前。はい、女子力ってどんな力？乳搾りうまい。どういうこと？わからんかい、わからん。どういうこと？いや、もうね、もう100点。100点おお、イエー。間違いなくその場しのぎと言われる言葉を言ってください。もっと言う、はっきり喋って。一言一言。間違いなくその場しのぎと思われる言葉を言ってください。はい。間違いなくその場しのぎと思われる言葉を言ってください。ダンゴムシ。どういうこと？ソルト。はい。はい。その場しのぎのこと。サイの交尾。そんなこと言うならない。何を言ってるんですか？最低だ、最低だ、はい、間違いなくその場しのぎだと思われることを言ってください。トントントン。ビル・ゲイツって誰？近い。わからん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 。間違いなくその場しのぎだと思われることを言ってください。I love you。 おかしいだろお前。間違いなくその場しのぎだと思われることを言ってください。 See you next time。 その場しのぎだわ、これは、うん、近い。嘘。近いってか、面白い。ラストお題変えようぜ。はよ。流行語。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルは。パンダの最大の特徴はで。これ絶対楽しいの俺だけなんだけど、はい、マニアックすぎて売れない写真集のタイトルは白黒オセロ。パンダ。それは。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルは活動休止。それ売れるんじゃないの？活動休止なんてやったらみんな買っちゃうでしょ。もう一回もう一回。なんでお前笑った。なんでお前笑ったんだよ。じゃあ分かんないと思う。マニアックすぎて売れない。間違えすぎて上原あらゆ。どういうこと？ダイス。タイムス。ルルドタイトル。タイトルタイトルは。分かった分かった分かった。売れない写真集のタイトルとは。え、売れない写真集のタイトルとは。はい、そうです。最後こう乗せ俺もっちの順番で一個ずつ出してって終わりにしよう。え、マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは手塚治虫筆下ろし20選。売れるだろ。待って待ってでしょ待ってでしょ。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは包茎手術した。マニアックすぎて売れない写真集のタイトルとは
秋田慶城の左肩をさまざまな角度から見てみよう。優勝よっしゃー